スローワーは野生です。ダイナボアーズリトル後ろを通した。もう一つここに新井朝からベンコロトリッチ。さあフィニッシャーに渡ったが外を回っていた。いった。5試合連続トライになりました。ベンコロトリッチ非常に落ち着いてるんですね。はいですね。今シーズン絶好調、これが7トライ目となりました。ラインアウトから深いところ2つ、はい、そしてこの1対1の場面も外から抜いていきました。この形を作られてしまうとディフェンス厳しいですね。最後染山のタックルも届かず、はい、リーグワンチャンネルをご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。これからも楽しんでいただける動画をアップしていきますね。